皆さんこんにちは、水子川太郎のゴム手です。田んぼの様子を見に来ました。この虫なんだ、この虫なんでしょう、これなんて虫でしょうか。コソバエ、ヒメゲンゴロかなんかじゃないの、違うかな。なんか3匹ぐらいここにいてます。ほら、水の中へ戻りました。以前にもこちらの動画、アップしたことあると思うんですけれども、その後友達が教えてくれました。これはガムシという虫らしいです。で、その教えてもらった同じ日に、所さんのメガテンっていう番組で同じくこのガムシが紹介されていました。お腹のところに空気をためて潜水しているみたいです。ここはね、ミシンコが目に見えるぐらいいっぱいいてます。ミシンコなのかな、なんか水生昆虫、水生プランクトンで、こんなね細長い巻貝もいてます。ほら、生きてます。中にちゃんと入ってます。カワニナとはまた違う種類だと思います。でオタマジャクシが背泳ぎしながら水面の藻を食べています。ほらめっちゃかわいい。ほら、あっちもこっちもね、お腹上に向けてね、ほら水面の藻を食べてるんですね。至る所でね、オタマジャクシがぷかぷか浮いてます。自然界にはね、不思議なことがいっぱいあって、ね、いろんな生き物が人間のね知恵だけではね計り知れないようなつながり方をしてね、生態系っていうのが微妙なバランスの上に成り立ってるんですね。このオタマジャクシも卵たくさん生まれても全部が全部大人のカエルになれるわけではないんですね。他の生き物たちのね、食料になって、で他の生き物たちがそれを食べることによって命つなぐことができて、でまた違うところでね人の役に立ってたりするんですね。リチャクって何の役にも立ってないような生き物に見えたとしても、もしその生き物が絶滅したとしたら、この世界の生態系っていうのがね大きくバランス崩してしまう可能性もあるんですね。で、一つの生き物だけがどっと繁殖するっていうのも、またそれもバランスの問題で良くないことが起こるんです。世界っていうのは見れば見るほどね、不思議なことがいっぱい、面白いことがいっぱいありますね。もうね、カラスがせっかく植え付けた稲を引っこ抜いてしまうっていうようなね記事を見つけました。この辺見ていただいたら、水の中にカラスの足跡ついてるの、カラスの足跡がいくつかついてるの分かると思うんですけれども、確かにねカラス来てますよね。で、この辺歯抜けになってますよね。せっかく植え付けた苗ね、やっぱりね、あのいたずらで抜いてるんだと思うんです。だけどね、まだいっぱい苗は余ってますのでね、また今だったらね植え付けたらいいと思います、ね、それだけでカラス悪いっていう風に決めつけてしまわないで、ね、人間にはその知恵も、ね、あの作物育てる手もあるんだから、だったら植え付けたらいいだけのことだと思います。取られる分も余計に計算してね、多い目に作ったらいいって、ただそれだけのことだと思うんですね。いちいちそれに腹立てて、あのカラス撲滅してやるみたいになってしまうとね、またそれはそれでカラスが普段食べているような生き物たちが爆発的に増えるような可能性もありますのでね、やっぱバランスって難しいですよね。さっきもねちょっとあの水の中にスクミリンゴガイの中身食べられた女
状態のものを見つけたんですね。あれあのカラスがつっついて食べてくれてるんだと思います。いい面も悪い面も両方見てね、生まれつきに全て 100% 悪い生き物っていうのはいてないと思うんですね。なんとかこう共存していけるようなね方法を考えられたら一番いいんじゃないのかなって思います。甘いのかなこういう考え方。どうしてもねあの人間中心に考えることっていうのがなかなかちょっと私にとっては難しいことで、いろんな生き物いてた方が人間にとってもいいことだと思うんですけどね。例えばあのアマゾンの木の上にいろんな生き物がいてますけど、そういう生き物からね新薬が開発されたりするって言いますしね。もしその生き物が絶滅していたとしたら、人間の役に立つお薬がもうね作られなかったっていう可能性もありますのでね。だから殺虫剤とかでもう無差別にバンバン殺しちゃうとかいうのもどうなんかなと思います。なんか他の方法を考えられへんのかなって、まあ、それによってね殺虫剤だとかあの農薬だとかで恩恵を被ってる人もたくさんあると思うんです ね。それによって食料の供給が十分にできるようになって、人間はこれだけね繁栄できるようになってきたわけですから。だけど人間が繁栄すると同時に他の生き物たちもね繁栄できたらもっといいなって私は思うんですね。蚊とか困りますけどね、蚊とかがわって増えると困るんですけれども、それを食べてくれるカエルさんたちとかねヤモリさんとかね、そういうのもツバメもね、もういろんな多様な生物がねいててくれたら、存続できる環境が続いたらいいなって思います。